の戦車は第三戦車中隊所属鈴木二曹佐藤三曹六階実装が乗車しています。戦車が黄色の台を狙ったまま車体を旋回させる送信機旋回を認識しています。この装置は演習や訓練の際に使用します。敵の戦車の砲塔の周囲にある主攻部を照準し弾薬の代わりにレーザーを発射させて光線結果を判定する装置です。射撃をすると砲塔上部にあります発光部がピカピカ光ります。本日の訓練展示内容は赤の台に陣地占領した敵部隊を戦車小隊が多色種部隊と共同して強烈な衝撃力を持って攻撃し突入する場面を展示します。お見逃しのないようご注意ください。それでは訓練展示を開始します。